おい今日は俺にも釣りさせてくれよ。今日はね、完璧にね、釣り料理です。何おめえ、パンジーで遊んでんだよ。ちょっと可愛いじゃん、この色もとか。これからさ、トシと合流して、もうね、超まったり花室川でヘラ釣りやろうと思ってます。その前にね、フレンドさん、ハンカル弁当予約したんで、それを買ってちょっと釣り場で食べながら食をしていきましょう。いや、楽しみです。じゃあちょっとフレンドさんに買いに行きます。行きましょう。じゃあフレンドさんで、僕の大好きなハンカラ弁当を買いましたけど、なんとね、今日で閉店らしいです。いや、ちょっと残念だけど、最後に良かったですこれね。美味しいもん食べよう。はい、はい、思い出深いですかねこれ。うん、そうだね、じゃあとりあえずちょっとトシが待ってるんで合流しましょう。はい、本当にフレンドさん、長年いろんな方々に美味しいお弁当をご提供いただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。じゃあ釣り場について、なんとトシ君とも合流しました。やほー。いや、トシ、ハンカラ弁当が今日で閉店だよ。まさかだよね。俺はもう残念で仕方ねえよ。このボリュームで380円だっけ。330円。いやー、マジ残念すぎるわ。本当だよな。いや、食べてください。いただきます。わー、すごい肉厚の唐揚げですねこれ。俺もしみじみ食おう。うまー。じゃあ食べたら釣りをしていきましょう。はい、それじゃあハンカラ弁当を食って、はい、早速実調していきましょう。はい、行きましょう。じゃあ今日のももさんのセッティングを教えてください。今日ちょっと15尺でやってるんですけども、浮き見春です。棚はこんぐらいですね。1メートルちょっと、10センチぐらい、うん、まあ1メートル50ぐらいかな。1メートル50センチぐらいですね。そんで餌はパタグルとヘラ LL を50-50で、水が140ですね。私のお気に入りの洋服を着てね。可愛くない、あの黒黄色可愛くない、プレイフルスタイルですね。お気に入りの服を着て。ほんとだ。ちょっと頑張ってやりたいと思います。谷はちょっとさ、ライトドボンツのやってみてんだけどさ、ガンダマちょうだいよ。あ、いいよいいよ。流れ結構あるからね。そうなんだ。俺も今日ドボンでやろうと思ってんのよ。何尺でやってんの。16です。じゃあ16のライトドボンでやるんですね。ちょっと今日釣っていきましょうよ。花室がね、あの夏とか春は結構釣れるイメージあるんだけどな、今の時期は釣れるんだよな。今日はね、まったりやるって決めてっから俺。よろしく。じゃあ今ガンダム持ってくるわ。はい、はい、じゃあ僕のセッティングは今日は15尺のドボンです。そして餌はね、芋綿でいきます。50-50の水130でやっております。よろしくお願いします。じゃあ頑張っていきましょう。1投目ちょっと痛い、いきたいと思います。はい、お願いします。いや、今日釣れるといいね。最近あったかいからさ、のっこみになるかのっこみにならないかのギリギリの境目ぐらいの時期ですから、今頑張っていきましょうよ。ちょっとね、頑張りたいね。プレイフルスタイル女子、後ろから撮ったようか。え、あれ黄色は赤かわいい。うん、断層じゃない。本当に来た？ちょっと待って、でかくない？でかくない？でかくない？ちょっと待って。絶対戻してくれ。ダメダメダメ、絶対走る走る、やばいやばいやばい。え、めっちゃいいよ。めっちゃでけえよ。やった。よし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 。やったー。激アツ。激アツ。食ってる？あ、食ってる食ってる食ってる。見てください。ほら、ほら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 。で、あ、よかったね。やっぱ。おめでとうございます。今何時？今ね、1時40分。え？1時40分。本当だ。ちょっと待って。あそこに時計あるんですよ皆さん。カスコのグラウンドの1時40分ぐらいです。この時間に釣れんだ。3時ぐらいからじゃないと浮き動かないかと思った。いい、やだな。そうだね、3、4ぐらい。おめでとうっす。
ございます。ありがとうございます。やっぱ綺麗なヘラだね。マジで、すげー綺麗なヘラ。いやー、嬉しいわ。おめでとうございます。2月0だったからさ、本当に。いや、モモさん、やばくない？やばい、どうしようこの時間に取れんの魚。波木もっともいっぱい釣れちゃうかもしれない。やばいよ、この時間で、ね、初めてだよね、この時間で。おいリリースシーン撮ろうと思った。逃げられちゃった。まあまあ、釣った事実は残ってますから。綺麗にこう帰ってく姿だけ撮れなかった今。まあちょっと離れて撃ちちゃう。まあいいでしょう。とりあえずおめでとうございます。ありがとうございます。引き続き頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。やった。じゃあトシまた、ちょっと待ってよ。え、ちょ、嘘だよ。てかそこのトミポイントなんじゃないの。え、でっかヘラだよ、トシ。でっか、ちょっと待ってよ。え、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 これさ、でかくね？これでかいんじゃない？ちょっと測ってみっか。測ってみよう。見て、いいとこ測ってるよ。見てよ。で、コースさん、三八ですよ。三八。やった、でかい。でか。マジかよ。やった、でかい。おーい。まだ俺ら一頭もしてねえよ、トシが連れてから。おめでとう。いや、でか。でか。いいヘラだね。どういうこと？何なの本当に。マジちょっと俺らもやりたいよ早く。当たった普通に。当たった。だよ。じゃあ年間も農家かな？農家かな？確かに両目開いたからね。あ、そうだね。両目開いた。まださ、今一匹釣れてから10分しか経ってねえよ。本当だね。すげえ。おめでとうございますとりあえず。ありがとうございます。今日はね。絶対にまったりやるってことで、俺浮きカメラもやらないつもりでね、携帯一本で今撮影してるじゃん。だけどさ、あんたがさ、2枚釣るからさ、なんかまったりじゃなくなってんだけど。楽しい。そうだね。今日2月の28か。17度ぐらいあるもんね。今バランスにしたの。バランスの底釣りでございますね。私も16歳のバランス底釣りでございます。もう俺トシのことはね、うん、俺自分の座に座りながらしか撮んねえから。やってきました、ももちのカメラコーナー。誰も見たくねえわということで、今日はですね、何をしよっかな。じゃあ今日はちょっと今からカネヤンくんに質問をしたいと思うので、よろしくお願いします。カネヤンさん、こんにちは。ちょっと質問をしたいんですけどもいいですか。お持ちクエスチョン。うるせえば。ほぉ、ですね、一つ目の、ちょっと待って、私の質問は、え、タモ貸して、ごめん、タモ全部、イエスセンターバッチリな気がする。モモチクエスチョンの回答は、ヘラでございました。あ、やばくない？見て見て、誰？いいところ、これセンターバッチリじゃない。いいとこ今さ、ぶっちゃけ言っても消し込みだったんだけど。マジ？金屋釣れたな。見して見して、やばいっしょ、やばいっすよ。あ、これも結構腹パンだね。腹パンだけど、でも多分サイズはね、全然ちっちゃいと思うよ。これ、あ、まあ尺ぐらいだわ。だってここゼロでしょ。うん、33ぐらい。33センチ。おめでとうございます。あ、でもいい腹してんな。本当だよね。ね、
33ですね。やったねー。やばいっしょ。あー、いいヘラだね。これも綺麗だな。やってきました。綺麗なヘラでございます。ヘラだよ。いや、よかった。ももちには絶対負けない。今日ももさんゼロか。じゃあまあちっちゃいでいいでしょ。いいね。ね、尺超えてるしな。あ、どうすいません。ただいまの時刻4時10分でございます。おめでとう。危ねえからやめなさい。どうだ。いやー、いいヘラだな。じゃあリリースさせてもらいます。いや、おいおいおい、元気いいね。おめでとうございます。これももちすんないだ。ももさん、私ゼロなんだけど。まだ、まあ最近ももち調子良かったからな。なんか昔のさ、あの花村思い出せない。俺とトシがつってももちだけつんないみたいな。あの時さ、車の中でさ号泣して。確かに。とりあえず言いました。33センチ。おめでとうございます。ごめんなさい、ももさん、釣らしてもらっちゃって。本当で、私のクエスチョンコーナーどうなったんだよ。いや、やっていいよ、クエスチョン。ごめんね、俺のせいでクエスチョンタイムできなくなっちゃったから。2人にちょっと質問があるんですけど、ちょっと私の第一印象教えてほしいんだよ。初めて会った日、2人と。俺はね、いやー、なんか猫かぶってて人見知り激しい女の子だなって思って。猫かぶってるって思った。うん。トシにも聞いてくる？うん。じゃあちょっと待ってて。うん。第一印象か。多分俺の予想だと女の子かなって思ったかな。いや、そりゃそうだ。まだ猫かぶってんなって思ったかな。やっぱ同じだよね。そんな感じだよね。喋んないしね。喋んなかったね。全然喋んなかったよ。3ヶ月ぐらい経ってからかな、喋るようになったの。ありがとうございます。トシも俺も、うん、猫かぶってて人見知りで静かな女の子だなっていう印象だって。そうなんだ、うん、変わった今と。変わった。ちょうど昨日湯崎行った時にさ、うん、ちゃんしょさんにも言われたんだよね。同じようなこと言われた。でもいいじゃん、そういう成長につながったのが YouTube で僕も嬉しく思いますよ。うん、嬉しい。じゃあ本当にもう夕まずめですから、はい、最後頑張っていきましょう。さっきからちょいちょい触ってんだよね。いや、でもね、今日こんなに釣れるのもフレンドの力だよ。そうだな、唐揚げのおかげ。あれで330円安いよね。でもね、今日このフレンドさんが閉店っていうのにさ、うん、知らなくて俺ら寄ってるじゃん。そうだね。すごっ。絶対来てるぜ。マジか、マジか、やばい、やばい。トシアミ、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 やば。走れ走れ、出し出し、絶対取れ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 。やば。ビビった。全員釣れたじゃん。花室今日やべえ。赤じゃん。すげえいいとこ食ってる。すげえな。ちょっと測ろうよ。あるね。じゃあやば、ここ全員釣れたじゃん今日。でかっ。でかいわ。でかくない？何センチあんのそれ。すげえ対抗してんの。トリケラトプス34。そうだよ。30ないね。4.5くらいか。少し縮んだけど、まあ 4.5 だね。いいんじゃない、いいじゃない。いや、綺麗だわこれ。綺麗なヘラ。綺麗にかさって、このところ赤いのよ。なんでだろうね、わかんない。結局ラスト持ってかれたけど。本当だよ。おめでとうございます。かわいい。おめでとうだ。全員釣れた。全員釣れた。半端ねえ。花室半端ねえ。じゃあ、ももちさん、おめでとうございました。続けられるのに。君はさ、
いやでも今日はもう終わりにしましょうよ。終わりにしましょうか。いやトシ様でも今日は本当におめでとうございます。久々に2匹釣りましたわ。さお頭でございます。今日はほらフレンドさんが今日の閉店で、うん、で最終的にそれ食べた後に釣りを始めたからさ。あそうだねそうだね。で本当にねまた食べたいねいつかね。そうだね。機会があれば。じゃあ今日はお疲れした。はい、それでは皆様春ののっこみシーズン楽しんでください。それではまた次の動画で。嘘だけどだと思ったよ